Yeah.
きても心のこの何だっけ。大丈夫だよ、大丈夫だよ、大丈夫だよ、あなたの心の海を出して、なんか呼んだからね、来週からの仕事とかね、勉学に燃えてください。真面目かこら。それでは次の曲行くぜ、フォーリー。Oh, yeah.
ありがとう。
うちのギタリストはツインギターいい音しとったろ。いやミッチーぞー。さっきの曲ミッチー歌良かったよね。あいミッチー良かった。ミッチー良かった。いやでも俺はおらんくて良かったっていう話か。ミッチー良かった。でかすぎて、でかすぎて後ろが見えませんでした。そうですね。主催っていいもんですね。なんか主催したこんなにたくさん来てくださってね。そうなんですよ。いや話ですよ。今日はね、あのブレイブニューワールドということでね、あの私たちのビニューDCがこっちで盛り上がって。俺にはないのか。俺には高盛りだね。もうね、濃いね。悪い友達がいっぱい来てる。まあそういうことで、今回あの初の主催 BATC 初の主催イベントということで、こんなにたくさんの方々来てくださって本当にありがとうございます。そしてね、前のキャンプライセンスもそうですけど、いいバンドがたくさん集まっていただいて本当に感謝しております。お願いしてくださってありがとうございます。そしてこのねホールのカノーパースタッフの皆さん、いい音出していただきありがとうございます。ということで最高。とりあえずね、さっき話もありましたけど、我々BLTC 今日初めてご覧になるっていう方今日おられます。これだけいたら多分初めての方が多いんじゃないですか。そんなことなんですか。あなたたちはいつも見てるでしょ。多分ね、後ろの方々とかね見られてるんですけども、多いと思いますんでね、簡単にメンバー紹介しますと、はい、はいよ。はい、で私がボーカルのミッチーです。ミッチー、自分から言ったね、自分から。俺から言わないとね、ボーカル最後忘れちゃいますから、ね、自分が可愛い。いいんだよ。自分が可愛い。ミッチーちょっと超えたな。いや、ここで言わんでくれる。これが勝手。そう、いや、まあ、分かってないかもしれない。ミッチー何が釣れた。はい、じゃあ次行ってきた。次の曲行こうぜ。あ、みんな紹介しなくていいですか。紹介しなくて、ミッチだけでいいでしょ。うん、この両サイドにこうそびえ立つトーテムポールとエッフェル塔というか、ツインギターの、まず、一方、つよし。つよし、つよし、つよしさん。まあこうした我々 BLTC も5人で活動してきたわけですけど、解散なわけねえだろ。2012年から、丸6年、
出るやつでね、もうこれ喋っとる時からもうこんなんだからね、どこを見ていいのか分からんじゃん。ロックは自由だ。フェイスブック、フェイスブック。BLDC の意味を説明して。 BLDC の意味、さっきの大間違いです。あの BLDC の B がポンコツの B で、まずね B が B なのそれって話ではね。BLDC の B はブラックの B です。そして BLDC の L はラウド、それで C、 あ、違う、 D、 D はデブヒカル。お前もう順番がおかしいじゃねえか。うるせえ、おめえが最初に残せるからだよ。そして最後 C はね、クラインっていうね、あのなんか T、 T がデブヒカル。あー、わかった、テクニカル。で、ベーコンレタスバーガー。そう、トムの家。まだ神だな、あんた。ベーコンレタスティーズバーガー。それもう散々言ってきましたよね。もうティーズバーガー。ベーコンレタス、トマト、キャベツ。キャベツ、キャベツ、レタスでしょ。あのね、レタス、キャベツ。何回やってもやっぱりうちの場合だわ。あの、グダグダが。変わりますよね。これなんでしょう。それね、今度7年目を記念して、というかね、もう作る作るって言ってたんですけど、ようやくできました。湯鍋してね、3曲入り の、 あのミニアルバムなんですけどね、最初に今日1曲目、2曲目、2曲目、3曲目やった3曲が入っておりますんで、この曲はPLDC がね、最初始まってからある曲ですんで、もう思い入れもありますので、ちょっと即席で作らせてもらって、まああれなんですけど、初めてのアルバムということで、でしょ、記念だね、記念、記念。そうなんですよ、ジャケットがね、これ分かります、ちょっと今ここから分かりにくいかもしれないですけどね、真ん中がね、私で、こっちがごめん、それ長い、おさんいやいやして、これはね、言いたいのよ、これは。で、これがね、強さんね、で、この下の、これは両人で、この帽子かぶってる、ハゲ隠ししてるのが、ケンチっていうね。ケンチャーケンチャーケンチェー。で、これね、裏ね、パッと裏見ていただきますと、ポイとかうなぎとかね、しじみとか書いてあるんですよ。これ何か皆さんわかります？そうです、ご当地メタルバンドとね、いうことを通しておりますからね、そういったものもね、書いてきます。これ、私のね、職場の仲間が書いてます。ありがとうございます。みんなも、俺行ってくれ。おいくらですか？高いでしょ。それですね、よくと聞いてくださいました。通常ですとかね、5000円のところ、今日は価格の500円で販売してます。皆さんよかったら、どうぞ手に取ってください。ただし、この中から選ぶべき20名にしか与えられません。限定20名ですからね。もうこれジャパネットみたいなね、これ。今日だけ500。それではね、最後、あと残り2曲となりましたけど、最後までみんな盛り上がっていくぞ。
じゃあ俺にも飲ませろよ。喉がガラガラだぜ。普通の会話やめろお前ら。一応俺ラブが一番かっこいい。おさむさんいいっすよ。かったな今日。そうなんだよ。そうなんだよ。あいつちょっとホモだけどな。本当だ。ペイチ。ペイチはかっこいい。ペイチ。じゃあもう次の曲で最後か。そうなんですよ。これでラストです。その出てもらったら先ほど あの紹介したのその CD なんか気がついてるかわかんないですけどこのオリジナル T シャツ的なもの何これ。でもちょっとお腹見せたくないけど。ありがとうサムさん。ナイスでしょ。ナイスだね今日ね出ていただいたんだね。ありがとう。この T シャツもね物販で置いてありますけどね高いんで買わなくていいです。珍しいみんな揃ってる。そうなんですよ。今日から1週間これ着るから。いやだわこんなの。袋もそのまま入るんだよね。もちろんだよ。真っ黒なんじゃねえか。本当にこれでラストということでね。まあ皆様ね。よーってね、それでもね、まあね、まあラストの曲なんですけど、まあ縁も竹縄ということでね。今後の皆様の、ご活躍とご発展、記念しましてね、それでは皆さん、最後一丁締めで締めさせたいと思います。締めさせていただきたいと思います。するつもりだよお前は。はいよー忘年会だ。大丈夫。いやでもね初めてイベントをね主催させていただいてこんなにたくさん来てもらって本当ありがとうございます。それをなんとかしたいなと思って今回こういうので企画をやりましたけど、もう毎年やっていこうと思いますので、今日ね、初めて見られたバンドもたくさんあるでしょうけど、もう本当ね、聞きに行けば行くほどね、面白いおじさんたちばっかりなんで、ぜひね、来年もやりますんで、またみんな来てくれますか。いいとも。やったやろ。いいとも。はい。それじゃあ最後の曲いくぞ。Fight for freedom。
て。ドラムケンちゃんがトーレポイントでちょっと